天下地球に入った聖夜とシリウは、天秤球に残った旬のコスモが大きく弾けるのを感じた。氷河のため自らの命を犠牲にしようとする旬の思いに気づいた二人は、天秤球に引き返そうとする。しかし気性の激しいことで知られるスコーピオンのゴールドセイントミロが、自分の死後する球への侵入者を見逃すはずもない。ミロの放ったスカーレットニードルは、聖夜とシリウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。スカーレットニードル、最後のアンタレス。他愛のないとは言うまい。この天下地球まで登ってきただけでも褒めてやろう。だが、ブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな。お前はキーナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を、凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。くらえ、ディストリクション。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ、貫き通すものだ。この結晶は改造。見ろよ、今度はお前が動けなくなる番だ。聖夜、シリ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。よし、分かった。ここはお前に任せるぞ。ヒョウ、だが死ぬなよ。正直、この程度の結晶で俺の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に、ただ聖夜たちが天下地球を去るまでおとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう。望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。その陶器ごとお前の体に真紅の針を突き刺してくれるわ。その前に、このキウナスの陶器によって倒れてもらうぞ、ミロ。前、白鳥。尺な！受けろ、赤い衝撃を。ダイヤモンド、スカーレットニードル。このキグナスの翼がある限り、我が友に免じて命だけは許してもいいぞ。レディー、バーン。くらえ、やっ、頼むよ。ちょっ、次だ。バーン、はっ、ゆっと、はっ、ちょっ、やらせ。うわっ、何かしたのか。何かしたのか。ブラダ。
何かしたのか。敵を撃つ。やった。ミロを凍りつかせたぞ。この程度の陶器では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな。これはスカーレットニードルの奇跡。そうだ。そこから血とともに視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、お前の五感すべてが流れ落ち、やがてことごとく失われる。ならば、その前に、ミロ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、キムナス。君には神湯の気持ちがわからんのか。神湯がわざわざ天秤球で君を氷の棺に閉じ込めたのは、君を死なせたくなかったからなのだぞ。神湯、神湯に免じて命だけは助け。見ろよ、この氷河にとって苦しくとも熱き血潮の兄弟たちと歩む今この時代に価値があるのだ。一人だけのものと生き延びて何になる。たとえ五感すべて失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。神湯よ、命を落として戦うことこそがセイントとして生きた証ならば、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応えよう。それは俺が氷河を真のセイントと認めたからだ。よいな、神湯。さらば友よ、ダイヤモンドダスト、スカーレットニードルアンタレス。氷河、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。これは俺がアンタレスを打ち込む間に急所である15の生命点を。ゴールドクロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。生き死にの戦いには勝ったが、この勝負俺の敗北だ。氷河は命尽きるその瞬間、このミロよりはるかにコスモを高めたのだ。意識を失っていながらこれ以上どこへ行こうとする。セリアたちのもとへか。それとも君たちが悪の化身として倒そうとしている教皇のもとへか。氷河、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそそのアテナなのか。だとしたら俺たちは今血止めの神王点をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか、この戦いの行方をな。
セイントセイヤ、アイオロスの意志。君はコスモを感じたことがあるか。